さゆりは、日本の女性シンガーソングライター。福岡県福岡市東区島島出身。所属事務所は、アイトニー・イー・エンターテインメント。所属レーベルは、リオラ・ジャパン。小学6年の時に、カンジャニ・エイトがアイドルにもかかわらずバンドをやっている、ことに感心し、それからギターに興味を持ち購入する。中学2年の時には、ンジャニ・エイトが自ら作詞。 作曲をしていることに憧れ曲作りを始めた。その後、アスカ名義で二人組弾き語りユニット、ロンタルのギター、バンド、夢うの、ギターボーカルとして活動。福岡市を拠点に、大阪や広島、名古屋などの路上やライブハウスでライブ活動を行った。この時期に高校を中退している。ロンタルとして活動中の2012年1月7日、サユリ名義で、 ザ・フィフス・ミュージック・レボリューションのジャパンフィナーレにて4123組の中から出場者最年少でグランプリを受賞。受賞曲、ルーララルーラルララルーラーは2016年6月にサードシングルとしてリリースされた。2013年8月に上京。ライブハウスでライブ活動をするが閉鎖的空間で音楽を好きな人だけに向けて歌うことに違和感があり。 サラリーマンや大学生などいろんな人生を送っている人たちに向けて歌える路上ライブにたどり着く。2015年8月26日、ファーストシングル、三日月をリリースし、メジャーデビューを果たす。同曲はフジテレビ系アニメ、ランポキタンゲームオブラプラスのエンディングテーマに起用された。2016年2月24日、セカンドシングル、それは小さな光のようなをリリース。 同曲は、フジテレビ系アニメ、僕だけがいない街のエンディングテーマに採用された。作詞、作曲は、さゆり本人ではなく、同アニメで音楽を担当した、梶浦由紀が手掛けた。4月23日には、ワンマンライブ、三日月の公開を、渋谷 WWW にて開催。同公演のチケットは発売開始から数秒で、完売し、追加公演として、東京、 大阪、福岡の3都市ツアーを行った。6月24日に配信限定で、自身初のノンタイアップシングルとなる、ルーララルーラルララルーラーをサードシングルとしてリリース。同曲は以前グランプリを受賞した自主制作のオリジナル曲を再アレンジして収録された。12月7日、ラットウィンプスの野田洋次郎から楽曲提供、プロデュースを受けたホースシングル。 フラレガイガールをリリース。野田は楽曲と歌詞はできてしまっていた。だが、肝心のこの楽曲を歌う歌い手は自分ではないため、しばらくの間この楽曲を歌ってくれる、この歌の持ち主を探した。そしてたまたま隣のレコーディングスタジオにいたさゆりからもらった CD をふと聞き直すと、ぼんやりと輪郭だけ見えていたフラレガイガールが100%そこに現れた。この曲は、 彼女の声で歌われるべき歌でした。と語っている。カップリング曲のアノニマスは、スマートフォンゲーム、消滅都市とのコラボが決定し、ライブやゲーム内での楽曲視聴、ゲーム内に、さゆりのキャラクターが登場するなどの期間限定のイベントが決定している。2017年3月1日、フィフスシングル、平行線をリリース。同曲は、フジテレビ系。 アニメドラマのクズの本会のエンディングテーマに起用。三日月、それは小さな光のようなに引き続きの痛みな枠のアニメのエンディングテーマであり、さゆりとしては初のドラマのタイアップ曲である。3月23日、自身初のオリジナルアルバム三日月の公開をリリースすることを発表。5月17日にアルバムがリリースされると、 オリコンデイリーアルバムランキングで1位を獲得。そして、週刊アルバムランキングでは、ランキング3位を獲得し、これまでのシングルアルバム通じて大幅なジャンプアップを果たし、歴代最高位であり自身初でもある、ランキングトップ3位を記録した。5月19日には、かつてさゆりが、路上ライブを行っていた新宿で、約1年3ヶ月ぶりに、路上ライブを開催。 約2000人のファンが集結した。ファーストアルバム三日月の公開収録楽曲である10億年のミュージックビデオフルレングスバージョンが配信限定で8月23日にリリースされた。11月24日、さゆり個人としては最大規模となるワンマンライブを東京ドームシティホールにて開催した。2018年2月28日、スシングル月と 花束をリリース。同曲は、テレビアニメ、フェイト、エクストララストアンコールエンディングテーマに起用され、のイタみな枠のアニメ以外の初のアニメタイアップ曲となった。11月27日、マイファーストストーリーとのコラボシングル、霊名をリリース。同曲は、テレビアニメ、ゴールデンカムイ第2期のオープニングテーマに起用。2019年4月13日、 自身のツイッターにて所属していたヤマハエンタテインメントホールディングスを3月31日付で退処したことを発表。11月27日、サユリ個人の名義としては約1年半年ぶりとなるセブンスシングル、後悔の歌をリリース。同曲はテレビアニメ、僕のヒーローアカデミア第4期のエンディングテーマに起用。2020年5月16日、新曲、 青井橋が放送中の TV アニメイエスタデーを歌っての主題歌に採用されたことを発表。青井橋は同日放送分の7話から採用され5月22日よりデジタルリリースされた。青井橋とは京王線が甲州街道上を路面電車として走っていた時代にあった青井橋駅から来ているとのこと。6月3日地震発となる。 弾き語りアルバムとなる目をリリース。6月7日、自身の24歳の誕生日に約2年ぶりとなる全国ツアー、ねじこぼれた僕らの目の開催を発表。さゆりとしては初の弾き語りツアーとなる予定だったが、新型コロナウイルスの影響で8月14日に中止を発表。8月1日、デジタルシングル、サマーバグをリリース。 10月24日、アイトニーエンターテインメントへの所属を発表。名前の前に、三血少女を冠した、三血少女さゆりをキャッチコピーとし、三血世代の心情を歌う2.5次元パラレルシンガーソングライターを名乗っている。自然と震えるような特徴的かつ力強い歌声を持ち、影のある歌詞の曲が多いが、同時に名前の希望も込められており、10代から20代の、 若い世代を中心に高い人気を誇る。ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングスを対所した2019年以降は明るい曲調の曲も増えており、さゆり自身の心境の変化が伺える。歌詞は8割方、実体験を元に書いているという。本名は明かされていない。後に、福岡市にある出身中学校でツイキャスを配信した際、着用したセーラー服の名札には、 さゆりを書かれていた。状況後も、出身中学校の指定ジャージを愛用している。好きなものとして、トマト、サバの味噌に、鉄刀、境界線を上げている。身長は150センチメートルあるかないか程度と述べており、体重は40.3キログラム、靴のサイズは21.5センチメートル、前述のように高校を渋滞しているが、後に、 高卒認定試験を受験したことを示唆するツイートをしている。2014年から2016年にかけて新宿などで行っていた路上ライブは自身にとって修行でもあったと述べている。CD パッケージデザインやミュージックビデオ内の登場人物として描かれる。さゆりのライブでは他のアーティストのライブに見られるような叫んだりコールしたりといった行為が禁止されており、これについては 自身のツイッターで明言している。2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年。ありがとうございます。